には王朝アデランテ、前進しながら描く鉢を習得しましょう。入門者にとって各ステップの動きを記憶に刻み、何回も練習することが大切です。1、右足を後ろ、2、左足を横、3、右足を前、4、左足を前、右足を後ろ、ピボット、右足を左足に揃え、6、7、8。タンゴは男女が役を演じるゲームです。男性のステップから始めます。1、右足を後ろ、2、左足を横、3、右足を前、4、左足を前、右足を後ろ、ピボット、右足を揃え、6、7、8。ここでオスバルドがこのフィギュアをマスターするために不可欠な男性のマルカ、つまりリードと体の動きを具体的に説明します。1、女性に全身をリードしながら右足を後ろ、2、横、3、前、4、前、右足を後ろ、右手の指で女性の背中に全身王朝をリード、そして手のひらでリードしながら基本ステップ5へ、基本ステップ6、7、8、足を揃えます。ではモーラの体がどのように動くのかを見てみましょう。1、左足を前、2、右足を横、3、左足を後ろ、4、右足を後ろ、5、クロス、右足で全身王朝、左で全身王朝しながら基本ステップ5の左足クロス、右足から基本ステップ6、7、左足を開き、8、足を揃えます。このように女性の全身王朝は基本ステップ5に続くまでつま先を床から離さずに行います。体が動きを覚えるまで何回も繰り返し練習しましょう。女性の王朝は常に男性の上体の動きに続き、そして基本ステップ5で男性に再び向き合います。今度は足の動きに注目しましょう。オスバルドの足がこのフィギュアの各ステップの動きを見せます。1、右足を後ろ、2、左足を横、3、右足を前、4、左足を前、右足を後ろ、ピボット、右足を左足に揃えて、6、7、8。モーラの足元を参考にこのフィギュアの女性の足の動きを見てみましょう。彼女は男性から離れることなく広い範囲に王朝を描きます。膝を軽く屈伸させながらピボットし、その後足を伸ばします。